三角さんの三角コーナー。このプログラムでは三角さんの3人がどうでもいい話をどうしようもなくグダグダとお送りしております。まあそういうことで、それではどうでもいい世界へ。コンバーセーション1。内田朝日です。山口翔吾です。マーキーです。暑くない最近？暑いんだよ、本当に。だって今年はすごいみたいよ。早いよね、暑くなったのがさ。でもあれでしょ、実際の夏は、涼しいって言われてるでしょ。今年はあんまり暑くならないんですよって。まあ俺も聞いた話だけどね。まあ予想だから大体聞いた話になるけどね。でも、でも結局分かんないんだよね。分かんない、うん、だって暑いもん夏は。やっぱり暑い暑い、うん、どっちにしても、そうなんですね。名古屋なんかは東京なんかよりも暑い。そうだね、名古屋は。名古屋は暑いよ、名古屋なんかね。京都名古屋暑いね、名古屋なんか、京都もね、京都も暑い。京都も暑いよね。でね、でねっておかしいけど、でね、どうした？俺さ、なんかさ、ふと思ったことがあったの。この前さ、あるお店でね、中華料理屋だったんだけど、まあそんなに、今言っちゃえばあまり綺麗な感じじゃない中華料理屋さんね。ざっくりした。ざっくりした。でね、まんまとゴキブリが出たのよ。いやー、店に。まあこういう季節だしね。まあでもいるじゃん絶対。まあいるよ。まあ飲食店には。飲食店は、しょうがないじゃない。そうね。俺その時にね、まず思ったのが、お店の人に、バレないようにしなきゃ。ああちょっと分かるかも。分かる。すげえ分かる。分かる。分かる分かる。分かる。分かる。なんでこっちが気遣わなきゃいけないか分かんないんだけどそうなんだよ、ね、すごい気遣っちゃうのよ。分かる分かる分かる。だからもうそのゴキブリがもう早いとこ、もう見えないとこに行けなのか、もう出てけなのか、なんなら俺がビャッて捕まえて外でビャッてやってやろうかとか、あれなんで、なんであれ気遣っちゃうんだろうね。いやでもなんでか考えたことないけど身に覚えたくさんあるわ、俺も。あのさ、飲食店にいるのってさ、そんな大きいのではなくてさ、なんかちっちゃいやつでしょ。そうそうそう、茶色いやつね。茶色いやつ、あれがカウンターの目の前にさこういたりすると、本当に言えないよね。あ、いますって言えないよね、一言言えないね。そう、お店の人にねすげえ言いづらいよね。まあ彼らが別に悪いわけじゃないからさ、言っても。そうなんだよね、そこなんだろうね結局ね、でもきっと知ったら多分謝ってくるし、ごめんなさいって気持ちになるじゃん向こうが、そうだよね、全力だよね、向こう的には、だからねすごい気使うっていう、だから決定的に違うのは、俺とマーキーは、ゴキブリすっごい怖いじゃん。で嫌いだね。だってマーキーなんか正吾の家の近くに住んでた時に、家にゴキブリ出たら、正吾に電話して今年に来てもらってたんです。来てもらってる、ね、恥ずかしい話ね。あったね。俺ね、料理に髪の毛が入ってるのとかも、強く言えないんだよ、なんか。それも分かる。分かる分かる。俺、その入り方にもよるけどさ、まあ、ピッてどかせば食べれちゃうんだよ俺。いや俺もそうだよ。で、食べた後に、ちょっと入ってたみたいでって今みたいな感じ、ちょっと入ってたみたいで、すいませんって言ったら逆に気遣って、いや全然大丈夫だ、これ全部食べちゃいました、味はすごい美味しかったです、とかって余計なこと言っちゃう。逆に気遣われるって。逆に気遣われるね。なるほどね。それに近いものを今、いやそれと変わらないと思うよ。いやその不思議でね、これもなんかね、これ聞いた話なんだけど、例えば飯食ってる時にテーブルで、で向かいに座ってる人が、テーブルの下で、俺の
あその足をポン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 蹴っとるなと、うん、振り込みたい。でも、うん、その向かいの人は、うん、こっちの足を蹴ってる意識はないわけよ。それはね、男の人、男の人ナンパされてたんじゃないの、うん、それ違う違う違う、ある意味じゃ知り合いだよもちろん。ああ知り合いか、うん、でその人はだから、うん、そのテーブル の下の棒を蹴ってるそう、うんうん、を蹴ってるつもりでこっちの足を蹴ってる。そうなるとそうなるともう気使うね、気使うわけよ。いよいよ言えないね。そうなるその2種類だよね。ちょっとね、俺の足だよ足だよって言うか、言っちゃえば楽なんだけど、うん、もうさあれとか言うか、もうその棒としていようとしちゃうんだよ。だから棒役に徹する、棒役に徹するんだよ、うん、逆に変に動かないでしょとかね。そうそう、まあ考えられる方法としては、蹴られた瞬間にちょっとこう、うん、返して、あれ気づかせるじゃないって思わせるか。でも、ずいぶん長い間蹴られてるとさ、うん、本当にそっちの意識だよね。あ、棒としていよう。棒としていようって。私は貝になりたいってことでしょ。おほ、いや、あんまちょっとよくわかんなかったけど。三角さんの三角コーナー。Conversation 2。あのさ、うん、俺すごく浴槽に入るの好きな人なんですよ。おお、いいね。うん、うん、シャワーで済ますんじゃなくね。うん、うん、シャワーで済ませる時ももちろんある、はいはい、あ、はいはいはい、この季節も暑くなってからも、うん、それはもう関係ない、全然。あのお風呂に入る回数は増えるけど、うんうん、夜は浴槽に入って寝たいの、うん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 、まあわかるわかる。で海外旅行行く時とかも、うんうん、ホテルにそのバスタブがついてるかどうか電話して確認したりするぐらいなんですよ僕。へえ。それは何、ホテルに例えばその問い合わせてさ、うん、ソーリーと、うん、うちついてねえぜノーバスタブです、うん、ってなったらどうすんの。バスタブがついてる部屋があるホテルをまずトリップアドバイザーとかで調べるでしょ、うん、で電話しないとバスタブがない部屋に回される時もあるから、なるほどね、なるほどね。実は私は、うん、そのバスタブがついてる部屋っていうところに、うん、とても好奇心を抱いていますと、うん、そんなにそんなに、はいはい、でもちろんいくつかほら第三候補ぐらいまで出てくるじゃん旅行行くと、うん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 、バスタブの部屋がちょっと取れませんって言われたら、うんうん、じゃあ大丈夫ですって断る、うんうん、もう本当に断っちゃうんだ、うん、他の条件が良くても、うん、バスタブがついてる部屋がありますよっていうホテル海外にはやっぱり書いてあるの。へー、うんうん、その中でやっぱりダメなことも想定していくつか選んであるから、うんうんうん、次に行く。なるほど、ね、でもちろん諦めるよ、そんな執着しないよ、うんうんうん、まあじゃあ今回我慢しようかっていう時もあるけど、うんうん、気にして予約してる。おーでね、まあその海外旅行の話がしたかったんじゃなくて、うん、俺入浴剤すごく好きなんですよ。はいはい、いいよね入浴剤は。お風呂が楽しくなるじゃん、わかる、わかるわかる。ないとちょっと入る気なくなるもん。そう、そんなに、ほんとほんと、うん、でわかる、なんか何も入ってない状態だとね、素風呂ね。あ、それ素風呂っていうんだ、うん、何も入ってない状態の。え、何それポピュラーなの結構。もう素うどんがあるぐらいだからね。初めて聞きましたけど僕、うんうん、まあいや素風呂、うん、素風呂素風呂よりやっぱ入浴剤が入ってる方がさ楽しいのよ。いやそれはあるよね、色もあるしさ、わかんないだやっぱ違うの、やっぱあれは。まあわかるよ、うん、その確かに違う、いまいち俺どっかで、うん、そんなに信じれてない自分がいいの、その入浴剤が入ったことによって、うん、あ疲れが取れるとかさ、その効能的な部分がどこまで効いてんのか、うんうん、多分炭酸的な意味合いの方でしょそれ。あ、はいはいはい、入浴剤って、うん、意味合い的にね、はい、炭酸系と、うん、塩系と、うん、はいはい、あるね、保湿系が、うん、あ、あるじゃないですか、はいはい、お肌に対しての、分かりやすく言うと、うん、あの粗塩、粗塩、バブ、うんうん、バスクリンみたいな、うん、
あ、バスロマン、バスクリーンは洗剤になっちゃったからねそれバスクリーンって洗剤なの？あれバスクリーンって洗剤じゃないの？バスクリーンって俺の小学校時代は入浴剤だったよ、バスクリーンっていう。あ、じゃあもうなんかそれはいいや、その話は、うん、大丈夫なんだろうこれ。俺バスロマンとバブを二刀流なんですよ、うんうん、同時じゃないよ。おー、びっくりした。二刀流ってブレンドするわけじゃないよ、ね、ごめん、俺もちょっと日本語間違えたけど、うんうんうん、バラバラに使うんだけど。なるほどね。あのね、バブは泡が出てることが楽しくて、うんうん、なんか結構良くなってるような気持ちになるの。なるね。いやいや、あれ見た目重要よ。シャーってなってるとすげえあったかくなった気持ちになるじゃん、うんうんうん、であと最後こうちっちゃくなって浮いてきた時とかさ、うんうん、その近くにちょっと行こうってこう手をするよ、ね、でちょっと潰してみたいだ。だけどさ、ガスがちょっと鼻にくとってなるなるあれをジュワーってなってる時に、うん、あのお尻の方に、うん、あの分かる、股のところでしょ。そう、うん、含ませるの、うん、そうすると炭酸が直に体にまとわりつくのよ、うん、そうすると、うん、なんかすげえいい感じになる。三角さんの三角コーナー。カンバセーション3。ショウゴってさ、うん、説明下手くそだったよ。いや最終的にね、うん、最終的にまあ、うん、ふわっとした感想で終わっちゃったけど、うん、ごめん、あんままたがないようにしてるんだけどさ、話題は、うん、カンバセーションごとに。あ、なるほど、ね、ああそう、またぎたくなるぐらい下手くそだったよ、うん、だっていやしょうがない、だってもう、うん、ただただ すげえいい感じになる。漢字で伝えちゃってるからね、もう、うんうん、ちゃんと説明シュワーってなって、うん、まあ、すげえ。あのさ、うん、はうん、これでもあれかな、ちょっと内容的にはあんまりちょっとお下品な話になってしまうかもしれないんだけどさ、うん、おならの話なんだけどちょっと言い方も変だね、おなら。何だよ今の最後の横の棒は。人前でおならを、あ、ごめん、おならをできる？どっち、イントネーションこれ聞きたかったの、うん、いや、おならでいいんだけど、うん、あのね、それはもちろんあんましないようにするよ、うん、気は使うよやっぱりさ、うん、音の出るもんだしさ、うんうん、あとやっぱり嗅覚に訴えるじゃん。そうだね、まあ、それ臭いでよくない？いやだ、そ、まあ、そこだけに訴えてくるよね。嗅覚に訴えるでしょ、うんうんうん、いやだからね、いやそれこそ、まあ、恋人なりが、うん、そのおならがし合える関係、うん、それっていい関係じゃない気がするの。そこはね、そうなの。なんかさ、でもそこは常々言われるよね、なんかそれができる関係がいい関係とかさ、よく聞いたりするじゃん、うんうん、でもエチケットとしてはどうなのかなとかさ、まあまあ、いわゆる親しき中にも礼儀あり、っていう、うんうん、そういうことだよね。やっぱそうだよね、うん、俺もね、まあ、どうでもいいかな浅いよね、うん、っていうか、まあ嗅覚に訴えることはしなくていいんじゃない。ゴミとか捨てるでしょ、ちゃんと捨てる捨てる、うん、トイレ流すでしょ、流す流す、もちろん、そういうことじゃない。そういうことか、そういうことか、うん、なんか面倒くさく考える必要ないんじゃない。でも一緒に住んでるとっていうことでしょ。いや一緒に住んでたってトイレ流さなかったらまずいでしょそりゃそうだけどさ、それはちょっと人としてまずいな、うん、トイレ流さ、うん、そういうことじゃない。あ、じゃあ朝日は許せるの、その例えば恋人が、うん、平気でそのおならのおならをそのするような人だったら。あのね、おならが出ちゃうことはしょうがないと思う、うん、うん、はい、だけどさ、うん、そういう風にしたらダメだよって、女の子なんだからって、うんうん、言う何かさもう今すげえすげえいいことを
言すげえいいこと言いますよっていう的雰囲気を出したよね、的トーンがさ、うん、すげえいいこと言いますよっていう感じだったけどさ、そう、うん、ちょっとびっくりした、結果びっくりした、なんか別にいいんじゃない、そんなのしない、ちゃんと臭くさせない方がって思ってるから。親は例えばよくさ、やっぱ親父とかさ、うちはプスカプスカしてる、父親は。うちもだね。あ、そうなの、うん、みんな世の父親って、うん、プスカプスカしてんのよ。プスカプスカしてるよ、プスカさんじゃん。でもね、うん、うちのテルオはね実名で、本当に俺生まれてこの方、うん、父親のプスカをね聞いたことがない。あ、でもそれは意識してちゃんと気をつけてんだよ。で、一回聞いたことがあるの。おお、父さんおならしないねって。おお、そしたらさ、踏み込むな。おお、うん、武士だからなって。三角さんの三角コーナー、今日はここまで。